八栄の鈴、八坂へ鈴は、諏訪大社乗車の信宝の一つ。八坂鈴、八叫び鈴とも表記される。内尾玉戸の正度性の鈴で、大小二つある。大は高さ 24cm、横 18.5cm で、鈴の直径は 7cm と 5cm。小は高さ 17cm、横 10cm で、 鈴の計4センチメートルと3センチメートル鈴の表面には、放送分に似た毛彫りが施されていることから、平安時代の作と推定されている。神学部に使われている鈴よりも、はるかに、重く、音も重厚である。古くは、他の神宝とともに、神谷城前宮境内にあるうち、お玉殿に収められていたが、現在は神谷城本宮の宝物殿に保管、展示されている。 かつては、神谷城の大法理が、毎年2回、雅美鏡の前にこの鈴を鳴らし天下太平の祈願を、したと言われている。宝物伝伝書によると、諏訪神谷城の神宝は祭神である、諏訪明神の所持品である。宝寺三年に書かれたと言われている、諏訪神十会場によると、神宝を持参した諏訪明神は森や山にあもり、先住の森や大臣の領地を手に入れようとした。 大明神天皇宮の時、書霊ご随身の真澄鏡、八堺鈴並東安、靴は、東、ありし、岡上社数百歳の間、ムイング森、鈴社そのおとなしがえ、毎年にけど、大法り向き枯れ鏡、ブリケン鈴、松室天下太平の祈り受け、倉、靴は東その色不存、諏訪神獣会場、ご神宝物のこと一方で、諏訪明神を、 天竺の王とする中世の説話によると、逆臣が王に対して反乱を起こしたとき、王が鈴を鳴らして八回転に、身の潔白を訴えると四天皇が反乱軍を成敗した。大名人、昔天竺派日下国の大太利氏時、七月二十七日より、同三十日に至るまで、かの園に出かりをせさせたまイけるとき、微という乱臣、たちまちに軍を立つして、 王外を返したてまつらんとす。その時、黄金の鈴を振りて、蒼天に仰ぎて八度叫びての玉枠。我、今逆進のために返せられんとす。狩るところの蓄類、全く自欲のためにあらず。仏道を、せいぜい紙面がためなり。ぜもし天意に、可能はば、梵天がおすく、飛球へと。その時、梵天に眼を持って、ぜを見て、四大天皇に御事の乗りして、 今後杖を襲うて、軍刀を中世しめた舞い抜けり。八叫びの鈴、すなわち彼の国の礼法を伝えて、今の神宝にようたる。諏訪大明神菓子、祭り第六悪期した鎌倉時代末期に書かれた、数橋中にも、八叫び鈴が、諏訪明神が天竺から携えた神宝の一つと数えられている。新獣会場に見られる。 明神降臨神話とにげ木の尊やにぎはや命の天下り神話との類似点が指摘されている。明治時代まで諏訪神社の大法律が諏訪明神の身体、つまり生き神とみなされたことも天皇が現神神として神聖死されたこととも似ている。鏡、鈴、バグを持参して降臨する諏訪明神が、 古墳時代末期に横穴石室古墳文化と貝馬技術を諏訪地方に持ってきた人々の姿と重なるという見解があるが現存する神城の信宝のほとんどがなら平安時代のもので時代が合わない。また新獣会場の内容や形式に不可解な点が多いため法治三年に書かれたものではなく後世の偽作とする見解もある。ありがとうございます。